気象台は今日、中国地方が梅雨明けしたと見られると発表しました。各地で気温が30度以上の真夏日となる中、高橋市では市民プールがオープンし、夏休みを迎えた子どもたちが水遊びを楽しみました。梅雨前線が南下し、中国地方ではしばらくは晴れの天気が続く見込みで、平年と比べて1日遅い梅雨明けです。強い日差しの下、子どもたちの元気な声が響きます。岡山県内の多くの小中学校で夏休み初日となった今日、高橋市の市民プールでプール開きが行われました。今日の日中の最高気温は岡山市北区福渡で 33.6 度、高松で 33.2 度、高橋市でも 33.3 度を記録し、気持ちのいいプール初日となりました。気持ちいい、めっちゃ楽しいです。人が少ないからいっぱい泳げる。最高っす。のが楽しい。何して遊んでんの今日？騎馬戦です。もう6月から待ち遠しくて、普通プールは開くのってずっと言ってて、もう午前中から開いてると思って10時に来たんですけど、あれと思って12時からでした。なお、四国地方は雲が広がっていることから、今日の梅雨明けの発表はありませんでした。